ンゲ源の森の一ンゲ源の森は、ドイツ、ンゲ源州に位置する、全長約 150km、全幅約 35km に及ぶ森林の豊かな中尾区山地である。山地としてのンゲ源の森は、北西のベラ川から南東部のフランケンバルトまでを含む。ンゲ源の森は3つの部分に細分される。本来のンゲ源の森は、北西部を占めている。 これにチュリンゲンシーファー山地が続き、南部のハーゼル川付近は小中林源の森となる。チュンゲ源の森とシーファー山地との、おおよその境界は、イルメナウとアイスフェルトと結ぶ、線付近である。チュンゲ源の森で最も高い山は、ズールの近くに位置するグロセベールベルクである。この他の主要な山としては、グローセインゼルスベルクやシュネーコプフがある。 この山地は大部分が火山性の半岩からなり、その岩はフランケンシュタインと呼ばれる。ンゲ源の森は、その大部分が北側のエルベ川やベーザー川、南側のマイン川の水系を分ける分水界となっている。ンゲ源の森の横に伸びた形がヨーロッパの特徴的な風向きの風を遮る形となり、降水量が多い。これが地質学的な要因と結びついて、 山体の侵食が進み、他の中引く山地に比べて起伏が大きいのも特徴の一つである。18世紀の作家は正確な高度の測量ができなかったため、その外観からのみ判断して、中林源の森をハルツ山地のブロッケに山について、ドイツで2番目に高い山と書いている。雪のツエラメイリスさんの夜明け中林源の森のオネズタイニザーレ川まで、 レンシュタイクというハイキングコースが整備されている。このコースは1973年にはすでに整備されていた、かつては最も長いハイキングコースであった。アイゼナハ近くにはバルトブルク城がある。ゴータからタバルツへはデューリンガーバルトバーンという鉄道が伸びている。オーバーホーフの近くには国際的にも有名なウィンタースポーツ施設やレン体育がある点がある。 ありがとうございます。